中華のビラインタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして9月の3日火曜日、旧暦のうちなぐいみでは8月の28日なといびん。はい、9月に入りましたね。昨日は私お休みいただきました。本当にありがとうございました。9月の頭からお休みと大変申し訳なかったんですけれどもね、実は昨日ですね、アナウンスもされてたと思うんですけれども、人間ドックで、はい、1年に1回健康診断を受けてきましてですね、まあこれだけのね、リスナーの皆さん方にご迷惑かけるといけませんので、私がいきなりパタンびかしてね、倒れたら大変ですから、はい、常に、1日ぐらいはちょっとお休みいただいて、はい、健康診断を受けてまいりましたけどもね、昨年受けて、同じ時期にね、受けたわけなんですけども、その時にですね、まあ、再検査という、なんか封筒をいただきまして、おっかなびっくりでございまして、それからですね、何かこう、健康のためにということで、まあ、毎朝、6時前にこちらに来てですね、準備をして、6時から7時までのエクソミュージック、この1時間をね、ウォーキングで、いろいろ運動しながらですね、歩いてたわけなんですけどね、それが功を奏してか、はい、昨日先生の方からですね、あ、中島さん健康になってますねっていう感じでね、いただきまして、ありがたいお話でございましたね。体重も本当に4キロばかしこの1年で減りましてですね、いろいろとこうなんかあったんですよ。あっちが悪いこっちが悪いとかね、お腹が出てるとかいろいろあったんですが、そういうのも全部クリアしまして、もうほぼオール A 状態。ありがたいですね。まあ、これからも引き続きね、皆さんのためにも自分のためにも頑張っていきたいと思っております。皆さんもお体お大事にお過ごしになられてください。それではインタンジャー出番です。1時間お付き合いいただきます。さて、お送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。まあ秋というね、言葉が、聞こえてくる9月に入った今日この頃でございますけれどもね、秋はスポーツの秋とか食欲の秋とかありますけどもね、まあね、スポーツやってる人たちはそのスポーツの秋でもいいんでしょうけど、私たちみたいなスポーツをやる全くやらない私にとっては、秋は、普通に秋っていう時のことなんですけどもね、まあそれぞれね、皆さん課題を持って頑張っていただきたいと思いますけどもね。さて、今日もゲストを迎えての1時間ということでございましてですね、私の大人にはもうすでに入っていただいております。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしております。今日のゲストも素敵な方でございますのでね、ぜひネットの方でもご覧になっていただきたいと思います。 FM タンのホームページで、ユーストリームクリックしてみてください。さあ、それでは早速、ゲストの方ご紹介してまいりましょう。どうぞ。はい、ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。今年の3月いっぱいまで FM 読谷でラジオのパーソナリティをやらせていただいていました、平田なりです。なんか、アニラジってなんか言いそうな感じだね。あ、そうですか。なんか番組アニラジだったよね。はい、アニラジという番組を、そうそうそう、はい、やらせていただいてました。ね、相棒が、はい。なんだっけ、ミキ。ヨナハミキ。ヨナハミキとね、はい、一緒になって頑張っておりましたけどもね。はい、いやー、もう3月で、まあ、FM タウンを卒業して、はい、4月に、遥か遠く、遥か遠く、海の向こうに、そうですね、東京？はい、東京です。行っていただきましてね、はい、行っていただきまして、ね。行っていただきました。はい。ねえ、それからもう、5ヶ月ぐらいだったのかな？もうそれぐらい経ちますね。ね、もう間もなく半年ということでね、ありましたけど、はい、まあもう寂しくても帰ってきたということで、ちょっと寂しかったですね。寂しかった、はい、いやね、そんな平田なりなんですけど、今日ね、本当はミキも一緒にね、来てもらおうかなということでね、はい、やっておりましたが、ちょっと前にくと都合が悪くて参加できなくてね、今日はお一人のみってなったんですけれどもね、はい、まあ、今日また、ミキの分も頑張ってね、やっていただきたいなと思うわけなんですけども、はい、さて、平田なり、まあ今、はい、18歳、18です。高校卒業したばっかりで、はい、ね、一人で今東京で頑張ってる。はい、頑張ってます。素晴らしい。はい、
まあ、はい、後ほどまたね、はい、東京での生活ぶりの話もちょっと伺っていきたいなと思うんですけども、はい、今日は1時間、まあ、はい、あなたなりが、まあ、このエフェンタンと関わって、はい、そして、今東京でね自分の夢実現のために、はい、頑張ってる、そういうお話を、そしてこれからどうしたいんだっていうこともですね含めながら、まだねせっかくですからね、これユーストリーム配信もしてるわけですから、はい、まあ、東京ではなりも全国から集まった、人たちと、まあ、お友達になったりとかしてるわけでしょうから、はい、ぜひネットでもこの番組をね見せていただいて、そうですね、はい、はい、まあ、ね、威張ってください。威張るんですか。自慢。あ、自慢、はい、そうそうそう、まあ、私はね帰ったらねラジオ出れるのよみたいな、ああ、あはは、みたいな、あははみたいな、なるほどなるほど。そういう感じでやっていきたいと思います、はい、さてラジオ機の皆さん方ね、誰だ平田成さんって。もう最近こう、はい、昨日も番組出てたよね。実は、はい、ね、急遽出させていただきまして、はい、いろんな番組に出て、もう引っ張りだこじゃないですか。沖縄帰ってきたら、ありがたいことに、ありがたいことに。ね、その平田成、はい、まあ、いろいろと自己紹介をからながらですね、はい、お話をしていきたいと思いますけれども、まあ、先ほど申し上げましたように、アニラジという番組をね、はい、日曜日に、11時からだったっけ、はい、午前11時から1時間ですね、ね、アニラジっての最初俺全く分からなかった。あ、本当ですか。アニラジ自体がね意味が理解できなかったわけ、はい、最初意味が、あ、アニラジの意味は。まあ略詞なんですけど、うんうんうん、一言で言うと、うん、アニメ情報ラジオ番組、ね、アニメ情報ラジオ番組、はい、略詞でアニラジ、アニラジなんだ、なんか、はい、言い方があったよね。はい、あれですね、 CM の後に流す、ね、そうそうそう、ジングルみたいなものだって、はい、ありましたね、アニラジみたいな感じ、はい、まあ、俺には難しいんだけど。そのアニラジの番組をねやってたわけなんですが、はい、その番組をやるきっかけ、きっかけちょっと聞きましょう。はい、懐かしいですけど、はい、懐かしい話ですが、うん、そうですね、まず私の父親と中曽根社長が仕事上お知り合いでですね、うん、ですね、はい、縁がありまして。お父さんもいい方です、本当に。 ありがとうございます。ルパン先生に似てるけど。え、似てますか。初めて言われました。びっくりしました。あ、ごめんごめん。はい、まあ、それで縁がありまして、はいはい、ありましたね、はい、私は高校1年生の時からちょっと声を使ったお仕事に興味がありまして、うんうん、高1の時から、はい、そのさ、声を使った仕事をしたいってこの高1の時から思ったって僕は聞いてるんだけど、はい、なんでそういう仕事を高1の時、何のきっかけでそう思ってたの。まあ、それはですね、うん、まあ、こうネットでラジオを聞けたりするんですけど、うんうんうん、それで、まあ、地方のいろんなラジオを聞いたこともありますし、はい、またアニメもきっかけで、うん、こう、なんだろう、こう、いつもこう見るだけだったんですけど、うんうんうん、ちょっと自分で、うん、こうアニメのキャラクターが喋っているセリフを言ってみようって、うん、なんか唐突に思っちゃって、あ、ま、真似をしちゃったりとか、ちょっと真似を一回やってみようと思って、うん、携帯の録音機能を使って、うん、一回録音してみたんですね。いや、まあ現代っ子らしいっていうか、現代っ子らしい行動パターンっていうか、なんか、はい、携帯を使う、携帯録音機能を使う、はい、はあ、身近にある録音機能、なるほど、確かにあるもんな、はい、うん、それで自分の声を録音した、録音してみて聞いてみたんですね、うん、そしたらすっごい下手くそで。あ、そこはうぬぼれなかったんだ。、はい、あ、めっちゃうまいな私って、いやいや、みたいな、そんな、そんな本当にすごい、もう、はいはいはい、すごい棒読みってね、ダメだ、全然ダメダメだったんですけど、うんうんうん、でもすごい面白い、楽しいなって思って、もうそれがずっと続いて、じゃあしょっちゅうこの真似事をしてたわけだ。はい、アニメのセリフを言ったりとか、はい、言ったりとか出ましたね。アニメ基本的に好きだったの。あ、はい、まあ、女の子だからね。そうですね、うん、どんなのが好きだったのアニメは。小さい頃は少女漫画みたいな可愛いもの好きだったんですけど、うんうんうん、大きくなったらまだ大きくなってないじゃん。まあ、あ、身長、身長的にはあまり、年齢的に大きくなってね。そうですね、そして年齢的に中学高校あたりで、うんうん、少年漫画に目覚めまして。少年漫画、少年ジャンプとか、読んでました。はい、そうなの、はい、男の子の漫画じゃないの、少年ジャンプって。少年っていうぐらいだから。でも、すごい、熱い。へぇー。例えば、はい、何よく。え、作品ですか、うん、作品的には。そうですね、昔から見てるのは、ナルトとか、うん、まあ、ワンピースもありますし。あ、ワンピースは聞いたことある。はい、テレビでもやってる。ワンピースも有名ですからね。ね、ナルトって何、ナルトの渦潮みたいな、なんか。ナルト知らないんですか。有名ですよ。あ、そうなの、映画化もされてますし。ナルトって映画？はい。なんかオカルトっぽいね。忍者漫画って言いますか？忍者漫画？
はい、忍者なんです。忍者なわけ。忍者なんです。忍者っていうの、はい、いや、まあまあいいですね。普通に忍者ですけど。そういうなんか男もんの映画、少年ジャンプ系を、はい、中高生の時はハマって。ハマって。へぇ、すごい。まあ、それで声優のこうモノマネをするような感じになってきたわけだな、はい、最初本当に男の子の声に憧れがあって、あ、男の子ばっかり。でも男の子のほらアニメの声って大体女の人がやってるじゃん。そうですよ ね、それもきっかけだったんですよ。あ、なるほど、あ、はい、じゃあ私でもみたいな。私でもっていうか、なんかかっこいい、あの憧れみたいな。そうです、男の子の役なのに女性の方がやってるんだって思って、すごいと思って。それはもう全然身長関係ないやみたいな。そうですね、もうすいませんいやいや大丈夫ですよあ、はい、なるほど、はい、でそれでまあその高校の時からこういう声の仕事がしたいと、はい、うん、はい、それで、まあ、父親にこう話してみたら、うん、知り合いにあの、うん、ラジオ局やってる方がいるんですよ、うん、みたいな聞いて、うん、おうと思って、うん、これは行くしかないと思ってそうよね、はい、なんかそうそう、お父さんと話をして、はい、あのうち娘がね声の、ね、仕事したいからねちょっと FM タン遊びに行きたいって言うんだよみたいな感じでね、はい、あ、いつもいでみたいな感じで言ったら2日後くらいですぐ来てたよね、はい、確かね、そうですね、あ、早かったね行動も、うん、そこで来てね、はい、まあ、見学にっていうことで、はい、来たんだけど、はい、だったらどうせ夏休みだから遊んでるんだしみたいなね。そうですね、だから、こっちで、まあ、職場体験みたいにね、はい、本当にこう自主的に学校で職場体験ってよくあるんだけど、そうですね、夏休みのね、うん、期間に、はい、ミキと二人でね、あ、はい、3日間、3日間、ね、まずは職場体験ということでいろんなことを、まあ、見てみてどうな感じでっていうふうなことで体験した。あの3日間どうでした。すごいなんか知らないことばっかりで、うん、なんかこんなこともするんだみたいな。ああ、なるほどなるほど、ありましたね。あ、はい、例えばこんなこともするんだっていうと、お掃除思い出した。あ、お掃除。あ、はい、でもね、これはね、大切ですよね、うん。インターンの子たちはね、みんな多分思ってるはず。はい、あ、そうですか。うん、なんか、仕事、あなた方ほら、若い時ってみんなそうかもしれないけど、はい、俺もそうだったかもしれないよ。仕事するっていうことはさ、なんかその専門的なことをやるっていうことで、はい、掃除をするっていうことはさ、仕事のうちに入らないんだよな、普通な。イメージ的に。そうですね、イメージとしてはそうですね。うん、でも、うん、どんな職場であってもやっぱこれは必要だと僕は思う。でもそういう、また自分の職場をきれいにしようっていう気持ちがない限りは、いい仕事はできないと思うからね。うん。うん、だからインターンの子たちの必ずさせてますよね。FM の場合はね、うん。はい。まあでもそういうのもありで、はい、この3日間を過ごして、はい、ね、その間で番組をやっちゃおうかみたいなね。そうですね、最終日に2人で、うん、ミキと2人で社長に行ったんですよね、うん、もうこれ以上関わらないでください。そんなこと言ってませんよ。もうね、番組をね、10月からちょうど改編だったので、はい、今からだったら大丈夫じゃないのってね、話をしたら、もうぜひやりたいっていうことでね、はい、ミキは、あれじゃなかったっけ、どうでしたっけでも何一緒にやるんだったら、みたいなね、感じでやっていただいて、二、はい、人でね、はい、頑張ってくれて、アニラジという番組が誕生して3カ年。はい。ね、高校3年の卒業まで、頑張っていただいたアニラジなんですけど、はい、ね、いや、でもね、あれから、まあ、番組の、こう、進行の仕方とか、まあ、研修とかもやってね、はい。いろいろと作ってきたんでしょうけど、あの、その、なんか、Q シートって言われる、呼んでるんだけど、番組進行ね。はい、あれっていうのはもう、何をイメージしてたの？イメージ、うん、そうですね。ある程度はしてたんですけど、うん、でもどうなるか本当にわからなかったので、もうやってみて、うん、こう、積み重ねな、こう回を追うごとにまた変わっていった感じですかね、うん、もう最初は本当にグダグダだったのでいやいやでもね、はい、高校1年生ですよ皆さんね、高校1年生さっきまで小学校6年生でランドセルはもうランドセルが大きいか何がちっちゃいかどっちかみたいな感じだったけど、そういう状態で高校1になってもうすでに自分の仕事を声の仕事をしたいって思いながら、それが3カ年間ラジオ番組を通して、固くなに、作り上げられてきたこの目標を一歩一歩進んでるっていうのが、まあ、日向なり今日にあるみたいな。ありがとうございます。素晴らしい。さあ、というわけでございまして、一旦小町を挟みましてですね、日向なりの今の生活もですね、伺っていきたいと思っております。お楽しみください。
ジンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは、フェミタンパーソナリティでありました平田成さんお招きしてお話を伺っております。はい、はい、成本当にありがとうね、東京からわざわざこちらまで。あ、いえいえ、フェミタン出演のためにいえいえ、そんなそんなことじゃないんだけどね、はい、さあメールが入っておりますので先にご紹介しましょうね。はい、お願いします。はい、後で忘れると困るので、こんにちは、ナクセン社長、スタッフの皆さん、そして今日のゲスト、ナリちゃん、ユンタンジャ出番ですように初めてメールします、ゆうぴょです。他の番組にはやってるんだな、この人、もしかするとな。あ、そうなんですかねぜひユンタンジャにも送ってほしいな、ずっと。そうですね、毎日でもゆうぴょのコーナー作ってもいいんだけどね。実はナリちゃんとは8年前に会ったことがあるんですよって。8年前というと、8年前、10歳の時ですか？え、怖い。あんたの8年前って10歳だわけですね。だよね。めっちゃ怖いさ、若い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 俺の8年前って39だよ。あ、そうなんだ。まだ若いね。まあ、いいや続きますね。はい、お願いします。一度だけですが、お母様と同じ職場で働いておりましたと。まさか、まさかのお母様と同じ職場、はい、知り合いの子がアイドルや芸人にな、芸能人になったら急にシャリシャリ出てくるおばちゃんのような気分ですあ、そういう人結構いますよね。あ、ちょっと有名になったら親戚っぽくなるみたいなね。なるほど、うん、よくあの、ね、番組にもお招きする方、メジャーな方とかでもね、はい、うん、何が変わりましたかとか言ったらやっぱね、親戚増えたとかやっぱ言いますからね。それはあるでしょうね。はい、とても早い時期に目標を持ち、その夢に向かって行動している姿にとても励まされています。ご両親にとっても自慢の娘さんでしょうね。亡くなりましたが、これからも応援しますので頑張ってくださいということで、ゆうぴょさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね、ゆうぴょさん。お母さんの元職場らしい。あ、元同僚そうです ね、はい、ありがとうございます。頑張ってもらいたいです。はい、はい、頑張ります、ね。はい、いやでも本当にこう高校1年の時にその目標を持って、はい、ね、やっていくっていうことは本当に、でもそれをね、本当に一歩一歩ね、自分の目標に向かってこの振り返った3カ年間ですけど、はい、本当に進んでるよね。この番組を持ったっていうことも当然ながら、はい、だってさ、多分今一緒にいるアナウンス学園だったっけ、学院ですね、学院ね、はい、その学院でパーソナリティをやってた人っていた？私のクラスでは多分いないですかね、うん、多分そうそういないですよね。ラジオのアナウンスやってた、ね、パーソナリティやってたっていう人時代はね、うん、はい、まあ、そういう意味では、100回余り、 105回ですね。5回、はい、105時間、105時間、ね、飛行機のパイロットとかもさ、はい、何百時間こう、パイロットしましたみたいのがあるさ。ありますね。あれでも書いてた方がいいよ、105時間番組いいですね。いいだよ、絶対こんなの書ける人っていないんだから。そうですよね、絶対。今から計算して、はい、ゲストに出たのも別時間も考えたらさ、もっとあるだろうしね。確かに、そうですよ、はい、あのラジオ出演時間トータル105時間みたいなことは書いてた方がいい。
よくね、なんかね、なんだっけな、タレント所属事務所じゃないけど、はい、なんかそういうもので、出演回数何回とかさ、うん、いう実績を書いていたりするわけ。そうなんですか、うん、だから FM とのパーソナリティ、うん、ね、何年から何年までって、番組担当時間105時間みたいな、こんなの書いておくのもいいんじゃない。そうですね、うん、ただパーソナリティやってたって105時間って大変なことだからね。半端じゃない、ね、105時間ラジオ番組を持つっていうこと自体は。はい、それはぜひね、はい、記録に残しててもらいたいなと思うわけなんですけどもね、はい、105時間番組やってて、はい、苦しかったのはどんなことだった。苦しかったことですか、うん、あんまり、うん、なんだろう、うん、印象記憶にあんまり苦しいっていうのはないですね。楽しい、やっぱり基本楽しかったんだぞ。楽しいです。あ、はい、なるほど。毎週来るのが楽しいみたいな感じですね。嬉しいですね。クーラーが効かなかった時も、はい、全然もうそんなの気にしないですから。ありがとうございます。贅沢だね、我々はクーラーが効かなかったらね、もう暗くないって熱々いって思うんだけど、楽しくね。はい、うん、そうですか。そうですね、でも友達とかさ、はい、その3カ年の高校時代にラジオパーソナリティやってることで、はい、なんか言われたりとかした。でもあんまり学校では行ってなかったので、うん、そうなの、知らない人が多かったのかなって感じですかね。そうなんだ、びっくりだよね、はい、でもね、そうですね、今久々に会ったら、何 ?100 時間余りもラジオ番組やってたのみたいなね、高校時代に。はい、俺たちは何をやってたんだろう、高校時代みたいな思う人がいるかもしれないけど、あ、でも自分の目的を達するためにね、一つ一つこうステップアップしていく105時間、はい、この時間は本当に貴重なもんだな、じゃないかなと思いますけども、はい、まあ、そんな中でも途中ね、紫村で、マグ沖縄というイベントがありまして、ありましたね。漫画アニメのね、はい、あと G は何ね、多分音楽じゃないですか。え、はぁ、でも音楽ってありましたよ。漫画アニメ G ギャラリー、違いますか、何だったかな、なんとかって言ったんだよ。ゲーム、あ、ゲームゲーム、ゲームだ、当たり当たり当たり。漫画アニメゲームだな。そう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 、はい、そのね、マグ沖縄っていうやつがあって、そこにね、実はその日が土日だったので、はい、ちょうどなるさんなんかの番組が日曜日の11時だったからね、はい、そうですね、紫村のイベント会場からということでやっていただいて、はい、でそこに、マグ沖縄からゲストを入ってもらったということ で、あの時のゲストの名前が覚えてる？はい、声優の、うん、ギブユーコさんという方です。沖縄出身のね、はい、もう声優さんで本当にこう、もう東京でも活躍されてる方なんですけど、 その方がね来ていただいた時に出ていただいて、もうあんたにとっては私もこんななるのかなみたいなあったじゃん。もうそうですね、あ、楽しかった、すごい、もう楽しかったですけど緊張もしましたね。そうだよね、自分がなりたい職業になってる人だもんな。そうなんですよ、それをもう身近に感じた、はい、でもさ、そうそうさ、はい、高校時代に自分がなりたい目標の職業の人と会うっていうこと自体はないでしょ。ないですよね、うん、だって直接聞けるんだよ。どんなことをやってきた、はい、苦しかったこと、楽しかったこと、うん、これからのこととか、それ聞いてたじゃない、はい、あれは貴重な体験でしたね。貴重ですね。うーん、素晴らしい、はい、よかったね、FM たんで。本当にもうありがとうございます。無理やりお礼言わすという。いやいやいや、もう本当に。あ、でもね、そういう経験を経て、はい、FM たんっていう一つの放送局を作ることによって、はい、まあ、あなたの先輩にもほら、千葉のゆうくん、はい、ね、カナエも、ね、そろそろ卒業じゃないけど、違う、え、あ、違うの、まだだな、私の1個上なので、1個上か。はい、あ、まだ上だな。でも彼も四国愛媛だったかな、はい、ね、大学に行ってね、 その放送をアナウンサーになりたいっていう夢を一歩一歩着実に、はい、彼も3カ年頑張っていただいて、はい、ね、彼もお父さんつながりなんだよね、それが。そうなんですか。そう、彼のお父さんも知り合いで、うちの息子がよみたいな同じパターンだ、そういえば、そうだったんですか。そうそう、それで彼は本当にもうアナウンサーになりたいって、アナウンサー一本で、はい、今も大学の方行ってね勉強しているわけなんですけど、本当に彼もね頑張っております。また山形の NHK、まあ、うちのパーソナリティではなかったんだけど、はい、NHK 山形の方にね、この春に入りました、あざま春菜さんという方が、ね、はい、いらっしゃいまして、はい、彼女はね、一時でこの半年近くぐらいかな、朝のイモーニングという番組で、日上幸さんの、ね、はい、番組の中で、原稿読みをしたりとか、そういうことをしながらね頑張って、NHK に入った方もいらっしゃいますよ。
そういうね、フィルターを通してこう、うん、声の世界に入っていただいている方々が、はい、頑張っているっていうことも嬉しい限りですけども、本当に何もそういう意味ではね、はい、今回、専門学校の、東京アナウンス学院。はい。そちらの方にね、はい、この春から、入学して、まあ、今学院生活を。はい。素晴らしいですね。自分の夢をまた一歩、進みまして。はい。拳握って、はい。はい。この学校は、はい、東京にあるということなんだけど、はい。この2カ年？はい。2カ年で。2年生です。そこでは、はい、その学校はどういう、そのアナウンスだけの学校なの？いえ、また別に学科がありまして、うん、ま、私が通っている学科は放送声優科っていう学科。放送声優科。で、まあ、声優目指す方が入る。なるほど。学科なんですけども、うん、他にもアナウンス科もありますし、ダンスパフォーマンス科とか、あと芸能バラエティ科、お笑い芸人目指してる方とかも、なるほど、はい、入ったりとかで、本当に、どっちかっていうとメディアに出る側の人が通う学校ですね。よくこの学校見つけたね。でも結構有名な学校です。あ、そうなんだ。ここは？はい。昔から伝統のある学校ですね。なんかこういう学校だったらもしかすると私たちの学院の卒業にはこういう方がいらっしゃいます。みんななかったっけ？あ、ありますね。本当に有名な声優さんもいらっしゃいますし。そうなんだ。はい。そうですね。あの、お笑い芸人さんで言うと、柳原かな子さんも、こちらの学校の卒業生です。とか言うやつは。はい。あ、ぽっちゃりした。かわいい子ね。らしい。はい。あ、そうなんだ。あ、この学院卒業生。はい。もしかしたらあるかもしれない。そうですね。でも学科違うんで。あ、そうなんだ。あ、でもすごい。はい、でも本当に。柳原かな子と。はい。言う人なんだけど、まあいいや。あ、へぇー、柳原さんはね。すごい有名な方とか。じゃあ先輩って呼べるわけだな。そうですね。柳原先輩。はい。先生、なりみたいな。すごい、でも本当に。素晴らしい。はい。ね、いろんな方がいらっしゃいますね。まあそういう中で、まあ放送、はい、何？放送何か？放送声優科。声優科。はい。はあ。で、そこにも行くということで。はい。頑張って今やってるわけで、2カ年間ね。2カ年間。はい。どんなことを学ぶの？ 1 年生の間は基本、もう、なるほど。そうか、2カ年だから基礎ね。はい、うん。体作りであったりとか、はい。正しい日本語を喋れるようになるみたいな感じで。大事だね。はい、大事です。俺なんかね、正しい日本語どころの話じゃないからね、もうね。もう、うちな口も意味わからないのに使ってるとかね。ああ、でも方言は大切ですよね。ね。でも、その、何さ、その、はい、東京に行かれてそういう勉強をね、日本語っていうものをね、標準語を学んでいくわけだから、はい、まあ、うちな口っていうね、もう一つの言語も、はい、持ってるっていう意味では、まあ、それを、うまく今後ね、二つこう、両方使いできるようになると面白いだろうね。はい、だから勉強今すごいしたくて、方言の勉強を。ね、はい、だと思うよ。例えばほら、方言って他のところだったら、なまりっていうのがあるじゃん。ありますね。沖縄の場合はもちろんなまりもあるけど、分けることはできるよね。はい。方言という言語とさ、はい、標準語って日本語っていうのを分けることができるじゃん。できますね。そういう意味では英語を使えるような感覚だからさ。ああ。多言語。多言語。声優、頑張ってくださいね。ありがとうございます。一回コマーシャルです。
送りしております新探者出番ですよ。今日のゲストは平田大さん、お招きしてお話を伺っておりますはい。18歳迎えております。はい本当ですよね、もう本当にちょっと前まで高校生だったんだから素晴らしいです。でも自分の夢向かって夢に向かって突き進んでるという感じがするわけなんですけどもね。でもそんな中でもね、やっぱりこう専門学校その、はい、アナウンス東京アナウンス学院の方でこう学び始めて半年近くなったわけなんですけども、はい、まあ1年の間は基本ね基礎の方を学んでるっていうことなんだけどさ、はい、最初生活だってほら一人でしょ。寮ですね。寮はー、はい、まあ一人部屋ではあるんですけど、はい、だって今までさお家帰ったらお母さんご飯作って、はい、洗濯物は引き出しの中に入っていて、はい、っていう生活だったのに、ね、いきなり自分で何でもやるんでしょ。できたの？いや最初はでも大変でしたね、うん、例えば洗濯物は洗濯やったことなかったでしょ。いやありますよ。でもそんなに毎日とかはやってなかったので2回ぐらいやった。え2回ぐらいやったことある？家でですか？家で。いやもっとありますよ。3回5、6 まあそんなもんだろうな、はい、でもそういう泣くことと、はい、お料理だって自分で作るんでしょ。お料理は、うん、あ実はですね食事は量はですね、うん、朝ごはん、うん、夜ごはんが出るんです。あよかったね。はいありがたいことにそんな拳握りしてなくまあとりあえずクッパくれないという、はい、ああそうなんだ。はい本当に助かってます。ありがたいね。でもね、はい、じゃあ寮の方でお食事やりたいと。お昼はじゃあ外だ。あそうか学校とか、ね、学校に行ってますね。土日はどんなの？土日もあるのちゃんと。日曜日は、うん、まあないので、うん、まあそれはしょうがないんですけど。どうしてるのしょうがないからえスーパーでスーパーでお世話になってますお世話になってます、はい、もうね大丈夫。ちゃんと自分で料理できるの？あでも帰ってきてからたまにやってます、うん、そう？はい野菜炒めとか、はい、簡単なものは。そうだよな。え、はい、いつから帰ってきてんだったっけ。8月の20日に帰ってきましたね、うんうん、で、はい、いつ帰るの？9月の8日に帰ります。ということはまあ3週間ぐらいそうですねいるわけだから、はい、その間でちゃんとお母さんから料理は習って、はい、そうですね。本当だよ。そうしないともう心配だよお父さんは。あ俺じゃないよ あ、はい、あなたのお父さんね、はい、あと思うよ、はい、あやっぱりちゃんとできてんのかなとかさ洗濯物したりとかやってる、うん、やってます。なんかこう川から今はいや見えた草何草みたいな。いやそんなことはないです。大丈夫ちゃんと乾いたのを着てます、はい、じゃ乾いてないのもあるの洗濯もやってね。はいやります。お掃除とかも。はい掃除もやってますよ。やってる。はい綺麗好きね。どうなんでしょう。人の家を綺麗にするのが好きなんですよ。お母さん今聞いてるからね。お母さん綺麗好き。まあ綺麗なのが好きですあなたいいこと言うね。綺麗なのが好き。はい、あなるほどね。はい、ちゃんと掃除もやってね。はい頑張ります。頑張ってください、はい、ね。友達とかどうなの？そのやっぱり一人で行ったわけだから。そうですね、うん、どうなの学院の生徒さん方とか。どあでもはい、うん、仲良くさせてもらってます本当に、はい、最初はちょっとでも最初はライバルよみたいなピシピシみたいなのがなかった。いやどっちかっていうとなんだろう気まずい感じですかね。やっぱ地方からみんな来てるので言葉も違うじゃないですか。ちょっとあなるほどね。どう受け入れられるんだろうかっていう。みんなそれぞれ不安なんだ。まあ不安な部分はみんなあったと思いますね。何名ぐらいいるのこのクラス自体は。クラス一クラスは30名、うん、10人ん20人ぐらい、うん、30名から20人ぐらいなんですけど。30名から20名って差が出るから20名から30名ぐらいね。あそうです。だいたいそういう風に伝えた方が一般的だからね、はい、失礼しました。いやいや、20名から30名ぐらい、はいはい、それぐらいいらっしゃるということで。いますね。でやっぱりもうある程度みんな友達。そうですね、クラスのみんなとはもうある程度すごい打ち解けて、はい、みんなそれぞれそういうやっぱりこう声優目指してる人たちなんでしょ。当然そうですね。でもなんだろう、こうラジオのパーソナリティメインで行きたいっていう方もいますし。あそうなんだ。はい、なんだろう、テレビショッピングやりたいって人もいますね。怖いやねまたね。はい、まあでも職業として成り立ってるから ね、 そうですね。今ねテレビショッピングはめちゃくちゃ多いしね。はい、そういうアナウンサーいろんな目指してる分野がありますねみんな。なるほどね。そういうものをそれぞれ、まあ、今は1年生だから基礎基本をしっかり学んでいくっていうことなんだね。はい、あなるほど。で2年生になるとどういう勉強するの？2年生になるとですね、うん、またゼミっていうのがいろいろあるんですけど、あこうなんだろう、声優といっても、うん、アニメのアフレコ面だったり、あ、はいはいはい、あの洋画がありますよね、うんうん、だったり映画のね、はい、あと舞台メインで行きたいって方もいるので、そこからまた分かれていくんですよねクラスが。あそうなんだ、はい、
すごい、それぞれの夢に、はい、そこからまた専門的になんか具体的になってくるね。そうなんです。うわー、あー、なんか夢が向こうから来るような感じがしない？そうですね夢がそうです、おいでおいで、はい、私の夢おいでおいでみたいな。そうですね。あ、そうなんだ、はい。まあ、そんな流れでやっぱ勉強していく、まあ、今はちょっと大変だろうけど、はい、やっぱりこう勉強基本基礎っていうものを今学んでるっていうことだけど、はい、ここはちょっとね、苦しいな、難しいな、やっぱりここはっていうのは何？うん、難しいことはもちろんたくさんありますけど、うん、そうですね、やっぱりでも一番基礎ってなるのが発声だと思うので、うん、私はあんまり他の方に比べると、うん、声量が、声量がやっぱり少ない、あんまり大きな声を出したりするわけじゃないからね。そうですね、うん、でもそこが一番土台となる部分で大切なところなので、そこがやっぱり今頑張らないといけないなって思いますね。何、スポーツとかやったっけ？高校1年生の時に3ヶ月くらいソフトテニス部に所属してました3ヶ月ぐらい、あ、なるほどね、はい、あんまないんだ、はい、もうそこから放送部に変わっちゃったので。あ、そっかそっか、はい、なるほどね。でもやっぱりそうだね、体力はないとな。そうですね、うん、大切ですね、うん、そういうところはやっぱり作らなきゃいけないもんな、はい、うん、まあ、でもそういう自分の、まあ、基礎体力も作りながら、はい、ね、声の勉強しなければならないというこの東京アナウンス学院の方では、はい、多くの子たちがね地方から来られて、そうですね、頑張ってるということなんですね、はい、沖縄からはいないの先輩とかは？先輩に一人と、うん、あと同学年にもう一人いるらしいんですけど、うん、沖縄の子クラスが違くて会う機会がないんですよね。なるほどね、はい、じゃあ沖縄出身を探せみたいなやらんときゃないね。そうなんです、はい、やっぱり同僚ね、同郷の子がいるっていうのはやっぱりこれは何かあるときにね、はい、こう話す場ができたりすると楽しいもんだろうと思います。支え合ったりするできるね、はい、まあ、先輩がいるっていうのもありがたいよね。そうですね、うん、なるほど。東京アナウンス学院、ぜひね、そういう声の仕事をしたいっていう方はおすすめ？おすすめです。よし、はい、さあ逆院長聞いてるかね、おすすめしてますよ。おすすめしてます、はい、沖縄でラジオでしかも何度、東京アナウンス学院の名前を出してるかこれコマーシャル料理変えたら結構な金額するはず。あ、本当ですか？あすいません、なんか音癖がましく、はい、まあ、そういうね、はい、学院で学んでるということなんですけども、まあ、そういういろいろ勉強を、ね、重ねていく上でどうですか？本当にさっき冗談交じりで夢が、はい、夢こっち来いみたいな感じで話したんだけど、はい、近づいてるなっていう実感はある？でも少しずつですけど、うんうん、変わっててますよね、やっぱり。あ、そう、前に昔に比べると。本当、はい、高一の時の思いからすると着実に振り返って3年間やっぱり、まあ、ここに来て、はい、まあ、東京アナウンス学院、はい、そういう風な、学校に実際にさ、はい、入学してさ、私は本当にこの学院に来たんだみたいな実感あるでしょ。当然ありますね。うん、で沖縄帰ってくると、はい、やっぱり沖縄での思い出っていうのがあるでしょうし、はい、友達や家族なんかにこういう勉強をねするために高校生の生活も頑張ってたし、あなたは本当にね、某マックでバイトもしてね。もう名前出ちゃってますね。頑張って、ほら、一生懸命小遣いもね、本当に遊びたい盛りだと思うのに、自分の学校をね、進むために一生懸命お父さんお母さんなんかお手伝いもしながらやってきたって、本当に素晴らしいなと思うんだけどさ、そんな中でも本当にラジオもね、はい、一つの趣味の一つとして、まあ、頑張ってくれて3年間やってきたんだけど、まあ、お父さんお母さんなんか、からすると最初ほら、はい、前の番組前にね一度出演した、いやいやいや、はい、俺の番組ね、あなたが出演した、もう4回目ぐらい出演したんだけど、はい、最初なんかお父さんは反対だったっけ？いやー、なんかお母さんの方が反対、お母さんの方が反対だったっけ、はい、なんなのよ声の仕事とかみたいな。そうですね、もう本当にそんな感じ、そんな感じあ、そう、はい、お父さんも別にやればみたいな。お父さんも最初は反対していたんですけど、うん、でもそうですね、徐々に、まあ、応援はしてくれるようにはなりましたね。専門学校に行くとかなんとか、福岡東京だったっけ、なんかどっかに行くという話の中でお父さんが反対してたみたいな、あ、そんなんじゃなかったっけ。そうですね、ね、あったね、はい、うん、まあでもそういうお父さんお母さんも本当に、でも自分の娘が自分の夢をね、それに向けてチャレンジしていくっていう姿をやっぱり見てると、それはやっぱ応援したくなるんじゃないかなと思うよな。うん、だと思うよ俺絶対。ありがとうございます、うん、本
当に僕も同じね年の子を持ってるんだけど、やっぱりお父さんお母さんの立場としてはさ、やっぱり自分の娘がこうしたいっていう風なことは応援したいと思うもん。あ、本当ですか。うん、頑張らんてかんな俺はみたいな思うからね。うん、うん、そういう意味ではなりも本当にね、はい、お父さんお母さんに本当に感謝だよね。本当ですね。健康に育ててくれて、はい、うん、あなたが毎日毎日勉強ができるように、うん、ね、洗濯もしそうです。本当にもう本当にありがとうございます、うん、はい、本当感謝だよな。はい、本当に、うん、でもね、お父さんお母さんとしても嬉しいと思うよ、うん、お父さんお母さんのためにさ、こうやって半年近くなって、うん、そうですね、うん、帰ってきてくれたことに、うん、本当に、まあ、嬉しさを感じるでしょうし、はい、また頑張れよって言いたいわけよ、ね、親は、うん、そうですね、頑張ってよ。はい、頑張ります。あの口がすごい少なくなってきたけど今すごくお手洗いに行きたいんですよ。はい、そうなんだ、はい、まあ、CM があるからその時にね、はい、トイレ行きたい。大変申し訳ないです。いいですよ、はい、楽しいな、あなたはね。本当に幸せ、ね、はい、まあ、でもね、はい、じゃあなんか、はい、次 CM 明けに1曲でも入れましょうか、はい、お願いします。すいません、本当にすいません、申し訳ないです。何の曲入れる？あ、明るい曲がいいですかね、うん、なんか好きな曲は、はい、好きな曲、今から探さないといけないんだからな、あなた、そうですね、あなたトイレ行くんだけでいいとかもいいかもしれない。ごめんなさい、本当に。いや、いいけどさ、はい、こんな大事な時にトイレ行く、結構ずっと前から我慢してる。はい、はい、じゃあ、まあ、せっかくですからね、はい、曲をお届けしていきたいな、はい、と思うわけなんですけども、何がいいのかな、何がいいですかね。なんか俺のファイルに持ってるものってあんまりあなたに、いないんだよな。いや、でも何でもいいですよ、うん、本当に今となればね。はい、じゃあ分かった、まあ短い時間ですけど、あて短い時間っていうかさ、あと2分だからさ、はい、そこまで行ってから曲行こうか。あ、はい、頑張ります、我慢します。あ、きつい。我慢します。じゃあ分かったから、もう行っといて。いいんですか？もう俺が大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。本当にすいません、皆さん。いいからいいから、入ってね。すいません、はい、皆さん、ちょっと失礼します。はい。もう困るよ、こっち漏らしたら。はい、ということでね、今日のゲスト、平田成さん。まさかの CM 中トイレっていう、今ね、映像を見てる方は分かってると思うんですけどね、もう、走っていきますね。はい。こけないようにしていただきたいと思います。さあ、まあ、先ほどね、ご紹介させていただきましたけど、パーソナリティをやっておりました、平田成さん。いやでもね、本当に親の立場でね、話を聞いていると、本当にこう、一生懸命自分の夢に向かっている。で、それが高校1年の時から頑張ってるっていうこと、本当にありがたい限りですよね。親としても本当に誇りですよね。先ほどの、ね、メールでも、ゆうぴょさんがありましたけれども、本当にね、親にとっては、自慢だよな。本当そう思うよね。そしてまた、彼女がこうやって頑張ってることで、やっぱり後輩たちとか、同僚の子たちもね、やっぱり頑張ろうって思うのがあるんじゃないのかなと思ったりもします。ぜひね、ラジオ機の皆さん方、ね、こういう風に自分の夢を実現するために頑張ってる生徒が読谷村にいるっていうことを、ね、遥か遠く東京の方で一人で生活をしながらですね、夢に向かって頑張ってるわけですから、そういう子をぜひね、皆さんも応援していただきたいなと思います。日曜日の、ね、リューポンにうちの日上ゆきも紹介されておりましたけれども、ね、自分の、マイクを持った仕事をしたいということで、いろんな経験を経て、ここ、読谷村で今頑張っておりますので、またね、そういう一人一人を、光を当てながら頑張っていきます。Thank you.
お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲストは、元パーソナリティであります平田成さんをお迎えしてお話を伺っておりますが、今成はね、トイレに行きました。はい。もう本番中だのに。お父さんの話したからね、なだぐるぐるしてるのかなと思ったら、なんてことがね、もうしょんべんに来てるから、もうなだぐるぐるしてたっていう、あ、帰ってきたな。あ、帰ってきましたね。いらっしゃいませ。大変申し訳ございませんでした、まあ。新しいね。まあいいや。ちょっとね、なり、まあ、あの、曲行くと予定だったんだけど、はい、実はね、今ね、はい、ハワイから、ハワイ、はい、はい、ホノルルの方からですね、中継が繋がっているので、はい、はい、ネット中継で、声をちょっとお届けしたいと思います。はい、ホノルルのニッキーくん。はい。こんにちは。こんにちは。ニッキー、本当にホノルルね。あ、はい、あの、こっちでは今、こんにちはなんですけど、そっちはおはようございますですか？いやいや、今、今、お昼の11時47分だよ。ギリギリ、こんにちはかな。そっちは、そっちは、そっちは現地時間今何時ですか？4時47ですね。夕方の4時47分。あ、はあ、い、なるほど。なんかはリア、はい、リアルだね。はい、そうですね、もうだんだん日も傾いてきて、うん、まだ相変わらず暑いんですけど、ここは。うん、ああ、なるほどね。いや、どんなですか、はい、先日なんか、ホノルルフェスティバルにも行かれたってね。あ、はい。あの、うん、沖縄フェスティバル行ってきました。沖縄フェスティバル。ああ、そうそうそう。うん。はい。ものすごかったですね。うん。あの、いろんな沖縄の方々がなんか、合計300人ぐらい来てたらしいんですけど。ああ、そうなんだ。読谷から130名ぐらいとか言ってたからね。あ、そうですね。ほぼ読谷の人たちですね、うん、そうなると。ああ、そうなんだ。それで、演舞がもうほとんど、もう圧巻でしたね。うん、読谷の方々のは。なるほど。もうやっぱり数が違うので、明らかに。そうですか。はい、会場を埋め尽くしてましたね。はあ、読谷の人たちで。なるほど。で、皆さんもすごい盛り上がってましたよ。うん、ほんと。ああ。はい。そっちは9月の2日 ?9 月の2日ですね。今日は月曜です。9月の2日、はい、月曜日の夕方4時47分だね。はい、そうですね。うん、なるほどね。はい。いやー、でも、なんか、すごいね。まあ、ニッキー、今ね、ご紹介しております、この声はですね、元っていうか、インターンでこの夏頑張っていた、はい、ここでね、はい、こうメディア系の仕事をしたいということで、はい、1ヶ月半ぐらいだったかなね。はい、頑張っていただきまして、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。そして、この9月からは、どこの学校だったっけ、はい、ハワイパシフィックユニバーシティということで、はい、そういうことで、ハワイパシフィック大学で、大学院で。大学院でね。頑張るということで、自分の夢に向かって頑張っております。はい、実は、今日のゲストなんですけどね、はい、ニッキー、はい、ナーディーという元パーソナリティでありまして、声優を目指した女の子でね、プロの方、あ、プロの声優を目指してるということで、今は、はいはい、あのアナウンス学院に頑張って勉強してるんですよ。はい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 、ああ、なるほど。同じ夢を追う者同士で、ナーディーの方から一言、ね、はい、え、お互い頑張りましょう。はい、お互い頑張りましょう。イエイ、イエス。はい、もう彼はホノルルの方でね、はい、頑張るということでございます。はい、ナーリーは東京の方で。はい。はい。みんな頑張ってね。若いんだから。はい、頑張ります。はい、ナーリーもニッキーも。ナーリー&ニッキーってこれ中継をずっとつなげた方がいいかもしれないね。ナーリー&ニッキー。芸名みたいな。芸名ですね。ナーリー&ニッキーで、はい、頑張っていただきたいと思います。ニッキーじゃあまたこれからまたあのホノルルの話題も、はい、ちょくちょくと、はい、はい、お伝えして、もちろんもちろんね、やっていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、写真もたくさん撮ったのでそのうち送っていこうと思います。あ、じゃあまたうちの方でブログにもあげますからね、よろしくお願いします。はい、はい、以上ホノルルの方から、ニッキーでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、アロハじゃなくてバイバイは何だった？バイバイはバイバイ。バイバイはまだ分かんないです。まあいいや、アロハでね。じゃあね。アロハ。はい、Thank you。はい。はい、ということでね、はい、お届けしましたけども、うん、すごいね、FM タウンは。すごいですね。はい。海外、そう、海外ともつなげながら。はい。で、今日ね、先ほど書き終わろうと思ったの、はい、曲、はい、うん、エンディングに今回しました。あ、いいですね。風が吹いている。風が吹いている。ナーリーにも風が吹いていると思うので、この曲をバックにしながらね、エンディングトークにしたいと思います。ありがとうございます。さあ、すっきりしたところで。はい。はい。はい。大変申し訳ございません。いやいや、いいですよ。はい。でもね、本当にこう、はい、
これからね、はい、目標、夢に向かっていくっていうことで、本当に、はい、日田となり、頑張っております。ね、後輩たちもね、本当に、こう、なり先輩を、まあ見ながら、また、背中を見ながら追っかけていく人たちも多いと思いますけども、後輩たちにも、またメッセージを送っていただきたいなと思います。はい、メッセージですか、うん、そうですね。まあ、人それぞれ夢はあると思うんですけど、うん、まあ、最近はなんて言うんですかね、まあ、親に反対されることももちろんあると思います。でいろんな壁が立ちはだかってくると思うんですけど、でも、気持ちをちゃんと初心を忘れず持っていれば必ず道は開けると思うので、うん、皆さん夢に向かって頑張ってください。素晴らしいね、はい、もう頑張ってください。ということで、はい、常にね、ナーリーはねこう拳を握る俺、うん、ね、はい、俺とっても好きなんだよ、これ拳握るっていうの。あ、本当ですか、うん、力がね出るんだよな、はい、だから俺いつも言うんだけど、はい、このいろんなところで講演とかもやったりするんだけどさ、はい、でその時にその FM 読谷を立ち上げるっていう時に、はい、みんな各市町村こう放送局を作りたいっていう人たちやっぱりたくさんいてね、そこでお話をするんだけど、はい、まず本当に命がけでねもう放送局を作るんだって、この誰が拳を上げるかと、手を挙げる人はねたくさんいるわけよ。でも拳を上げる人っていうのはなかなか少なくて、それを早く見つけてくださいっていう話をするんだな。でもナリはいつもいつもそうなんだけど、何か自分がやりたいとか伝えたい時っていうのは拳握ってるんだよね必ず。これはこの思いをね本当に一人でも多くの方に知ってもらいたいし、絶対にねあなたの思っていること、ね、はい、夢は開くと思いますので、はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます、うん、先ほど言った自分がね、はい、こうしたいっていうことをやっぱりこういろんな人に話していく。僕もよく話するんだけど、龍銀ずれば雲起こす、龍が吠えると熊が起きる、自分がやりたいって思うことをやっぱりこう発することっていうのがとても大事なことだと思うので、はい、ね、これからもこうしたいんだあしたいんだっていろいろ問題はたくさん世の中だからもういろんなことが起きると思うんだけど、うん、それを乗り越えることに喜びを感じて、そうですね、こんな壁も乗り越えてきたんだっていうことをね、お父さんにも反対されたけど今応援してくれてるんだと、お母さんも反対したけど応援してくれてるんだっていうのはね、はい、そういうことを一つ一つ乗り越えながら、ね、自分の夢実現に向けて頑張ってもらいたいと思います、はい、ね、今日は、フルタンでパーソナリティをしてくれました、平田成さん、ね、今旧盆の帰省でですね帰ってきていただいておりましたので1時間今日は、番組に入っていただきました、まあ、これからまたね、20歳に向けて、はい、まだ20歳になってないんだからね、そうですね、怖いけど振り袖の注文もやったって、あ、はい、早速早速ね、早速可愛いでしょうな、七五三みたいに、七五三、あれ失礼しました。いやでもね本当に自分の娘を見ているようで可愛いので、本当にねもう成長を願っておりますよ。ありがとうございます、はい、お父さんの友達として、はい、一人の、フェミタンのまた、スタッフがこう出ていったようなそんな感じのね、思いで応援していきたいなと思っておりますので、ぜひね、はい、声優の仕事を目指して頑張ってくださいね。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい。さあお送りしてきましたユンタンジャ出番ですよ。今日はね、後半でニッキーも緊急に、繋がりましてホノルルからの電話中継でもありました。でもそれぞれね、なんか FM タウンを通って、みんながこう夢実現のために頑張っている、ここをどんどん活用していただいている若い人たちが一人でも増えていただくといいなと思ったりもします。そうすることによって、あ、こうユミタンの地に、FM ユミタンというコミュニティ放送局を作って僕は良かったなって思ったりもいたします。人材育成、とても大事なことだと思うんですね、人一人を育てるっていうのは親でも会社でも大事なことだと思います。みんなで頑張りましょう。それではまた明日この時間にお目にかかりましょう。さよなら。